皆さんこんにちは。2020年10月9日金曜日です。すっかり秋になってバイクに乗るのが気持ちいい季節になってきましたよ。というわけで一泊して阿蘇山に行くことにしました。太宰府インターから九州自動車道に乗り、高速で熊本インターまで向かいます。とてもいいお天気です。で、阿蘇はね、とにかく雄大な地形が面白いんですよ。まずこの阿蘇山の地形について説明しておきましょう。阿蘇山は巨大なカルデラです。カルデラの出来方をご説明しておきます。阿蘇山では過去4回にわたって大きな噴火がありました。特に約9万年前、4回目の噴火は非常に規模が大きかったのですが、この巨大噴火の時、マグマが地下に溜まっていた場所、これをマグマだまりと言います。噴火が収束すると、このマグマだまりに空洞ができ、火山帯の重さに耐えきれずマグマだまりが潰れてしまいます。こうして陥没してできた地形のことをカルデラと言います。こうして巨大なカルデラができた後に、カルデラの内部で小さな噴火が起こり、中央に山ができます。これを中央下降丘群と呼びます。阿蘇周辺の等高線を200メートル間隔で書くとこのようになります。アルファベットの C の文字のような形に平地が広がっているのがわかると思いますが、これがカルデラの陥没した部分です。カルデラができた後、噴火したのが中央の中岳などです。この辺りがいわゆる中央下降丘群ですね。さて、今回見て回る地形ですが、阿蘇ジオパークが設定したジオツーリズムコースをたどっていきます。ジオツーリズムとは何ぞやということですが、ジオとはジオグラフィー、つまり地理のことですね。地球科学に関心を持って旅をする、まさにこのチャンネルの趣旨にそぐ素晴らしい概念であるというわけです。このジオツーリズムコース5つ設定してありますが、今回は A、 地球の息吹を感じる中岳火口と C、 阿蘇火山の恵み、古代の暮らしと水、この2つを組み合わせて旅をしました。このコース、効率的に回れるようにうまく作られている上に、一貫したテーマができて旅行も興味深いものになりますので、非常におすすめです。1日目は A コースを回ります。ピンク色で書いているスポットを回っていきます。熊本インターに着きましたが、ちょっと曇ってきたようです。正面に阿蘇が見えてきました。地図上で言うと、阿蘇が熊本市方面に口を開けているこの辺りです。立野峡谷といって、ここが開いて白川が流れ出るようになるまでは、阿蘇には巨大なカルデラ湖があったそうです。さて、ここから阿蘇山の南側へと進みますが、メインルートである国道の橋が2016年の熊本地震で崩落してしまいましたので、今は仮の橋を渡ることになります。正面に建設中の橋が見えますが、もうかなり完成していますね。2021年3月に開通予定だそうです。もともとは鉄骨のアーチ橋で何度も通ったことがありますが、再建されているこの橋も開通したらぜひ渡ってみたいものです。さて、ここから東登山道に入り、阿蘇の中央下降丘群へと登っていきます。登っていると正面に丸い丘が見えてきましたね。これが米塚です。上からきちんと見てみましょう。高さは約80メートル。これも立派な小規模な火山の一つで、スコリア丘と呼ばれる地形です。プリンみたいな綺麗な形と青々と茂る草が面白いですよね。さて、こちらの景色はまあ素晴らしいんですが、後ろを見ると恐ろしい光景が広がっています。この上に草千里や中岳火口などがあるわけですが、山がある一定のラインで真っ白に消え失せています。でね、米塚から草千里までは近いのですぐに到着したんですが、よく見えません。向こうには烏帽子岳が見えるはずなのですが、真っ白です。草地に降りて歩いてみるとこんな感じです。まあ、霧が煙っていて何ともすっきりしません。馬糞が平然と撒き散らしてありますので、散策の際はお気をつけください。この状況で散策をしても面白くないので、阿蘇火山博物館に行ってみましょう。で、入館してみるとすぐに動画の上映があるということだったので、シアターに入りましたが、独り占めできました。動画も展示も僕にとっては非常に面白かったのですが、まあ古びた印象は否めないかなという感じです。ここから中岳火口へ向かいますが、ますます霧が濃くなってきました。もうこれはダメですね。山頂手前の駐車場に到着しましたが、この状況、競技会から
お知らせします。現在、阿蘇中岳火口周辺には濃霧が発生しています。やはり濃霧のため火口見学はできないそうです。残念。しょうがないので山を降ります。ジオツーリズム A コース、最後の目的地は内の巻温泉です。温泉をゴールにするっていうのが憎いねーと思います。平地まで降りてきました。ここではただの曇り空なんですけどね。標高の高い場所では雲が霧になってしまうので厄介です。さて、コースの目的地が内の巻温泉になっているので、今日の宿泊地も当然内の巻温泉です。 GoTo トラベルキャンペーンとじゃらんのクーポンを活用し、1泊2食付き1万5000円の高級ホテルに なんとででん、お値段9000円で泊まれちゃうので、たまの贅沢をしちゃいます。で、泊まったのが阿蘇プラザホテルというところです。まずお部屋がすごく広い。一人者なのに申し訳ないです。まあ平日なのでお客さんも少ないしいっか。それよりすごいのはね、眺望ですよ。やはりいいお値段するだけあって眺めが最高。屋上に小さい露天風呂があるんですが、これまた最高でした。もう本当にいいところですよ。まだ山は雲に隠れていますが、天気が良ければ最高だっただろうなと思います。ところでホテルのこの窓際の空間いいよね。なんか好きです。そして夜ご飯、さすがいいホテル、料理が洒落ている。熊本名物馬刺しもありました。このせいろ蒸しのご飯も非常に美味しい。とにかく全部美味しくて、すさまじいスピードで食べてしまいました。その土地の食を楽しむ、これもまたジオツーリズムと言っていいのではないでしょうか。おはようございます。今朝もどうやら山頂は雲に覆われているようです。寝ぼけております。日付が変わって2020年10月10日土曜日、朝ごはんもついていましてね。お味噌汁の下に燃料がついていて永遠に温かい。さすが高級ホテルです。チェックアウトして出発する前に、こちらが泊まったホテル、阿蘇プラザホテルです。とてもいいお宿でした。駐車場の向こうでは稲刈りをしていました。で、ふと外輪山の方に目をやると、雲で頂上が見えない状況。上はひどい霧でしょうね。まあこういう状況なので、まずは平地を回ります。本日はジオツーリズムの C コースを回ります。まずは1箇所目、阿蘇神社へ向かいます。内の巻温泉からも近く、15分ほどで到着しました。こちらが阿蘇神社、日本一のポストというのがあって、何が日本一なのかと思えば、屋根付きの豪華さが日本一だそうです。本当ですかね。ポストはさておき、この神社が特殊なポイントは、参道が横方向になっていることです。この通り門に対して参道が横に走っているんですね。そしてこちらが参道なんですが、楼門と本殿は熊本地震の影響がまだ残っていて復旧工事中です。でかい囲いに覆われていて、ちょっと衝撃的でした。工事は2023年までかかるそうです。仮の参拝所が作ってありましたが、やはりきちんと本殿をお参りしたいですね。いろいろと手に入れましたが、これは何かというと、お札と御朱印帳です。御朱印ツーリングがはかどりますね。さて、お次は薬印丸の自噴泉です。神社から5分ぐらいですかね。なんだこの噴水はという感じですが、向こうに見える阿蘇山から降りてくる水で、この辺りの地下水の圧力が高くなっていて、その影響でこの通り地下水が勢いよく噴き出すんですね。圧力が高まった地下水のことを気圧地下水、水が噴き出す泉のことを自噴泉と言います。井戸が噴き出すというのはなかなか見ていて面白いですよ。周辺はこの通り田畑や民家が広がり、本当にのどかな場所です。さて、自噴泉を後にして、お次は中通り古墳群です。あまり古墳には僕は興味はないんですが、まあこれも考古学的な見地から言うと面白いものなのでしょう。で、これが勝負塚古墳。一般の方のお墓も周りにたくさんあって、なんとも不思議な場所です。そんなことより、ようやく山頂の雲が晴れてきたのが気になります。そしてお隣にあるのが車塚1号墳。立派な石碑が倒れて放置されています。まあパッと見ただの丘じゃねえかという感じですが、ちゃんと古墳です。やはり山の方に目が向きます。
完全に雲が晴れているので、これはひょっとして火口行けるんじゃないかと思い、昨日の A コースのリベンジで山頂へ向かってみます。昨日とは打って変わっていいお天気なので、爽快さが全く違いますね。いや最高。今日はきちんと草千里もすっきり見渡せます。さて、正面に火口が見えてきましたが、火口からガスが上がっています。でね、今度はこのガスのせいで入山規制となっていました。残念、今回の旅では火口は見られないようです。悔しいですが、2012年に火口に行った際の写真を載せておきます。この時もガスと蒸気が相当出ていて見えにくいですが、火口の底にお湯が溜まっているのが見えるでしょうか。これを湯だまりと言います。火口周辺にはいざ噴火した時のために避難壕が設置されていて、ちょっと物々しい雰囲気です。しょうがないので草千里のあたりに戻って展望してみましょう。こちらが中岳火口、そして右手には烏帽子岳があります。それからちょっと下るとまた米塚のあたりを通りがかったのでバイクを止めました。天気もよく午前中なので太陽の位置もよくて、昨日よりもいい絵が撮れました。昨日は一体何だったのかなという感じです。ここから再び阿蘇市街地へと下っていきますが、まあ景色のいいこと。左手には中央火口丘群の草原で放し飼いにされている馬と牛、その向こうにはカルデラに広がる町、その奥には外輪山。本当に地理的な光景がいろいろ見れて素晴らしいです。道の駅阿蘇に来ました。木に囲まれた隠れ家みたいな駐輪場が素敵です。阿蘇といえばソフトクリームです。さらにプレミアムホットドッグとコーヒーのセットも頼みました。合計で1050円。これだけ豪遊しているのは GoTo クーポンを使い切るためです。このホットドッグ、パンがしっかりして美味しかったです。さて、お次に向かうのは国蔵神社。阿蘇神社に祀られている竹岩達の御事の第一子、早見片間の御事を祀った神社です。読みにくい名前がたくさん出てきて大変ですが、ここが国蔵神社の鳥居です。山道の途中で川を渡ります。水がきれいです。しかしこの川、なぜギザギザに溝が掘ってあるんでしょうかね。まあでもいいところです。本殿にカメラを向けるのは失礼でしょうから、そこは飛ばして、お隣にナマズを祀った社がありました。竹岩達の御事、この国蔵神社に祀られている早見方間の御事のお父さんですね。このお父さんが立野の山を蹴破って阿蘇カルデラの水を抜いたという神話があるのですが、その際に大ナマズが出現し開拓の邪魔となったのだそうです。竹岩達の御事はこのナマズを立ち去らせたのですが、そのナマズの霊を祀ったのがこの社だということです。でね、その横に秋篠宮殿下行啓記念植樹という札が立てかけてありました。ここに秋篠宮様がいらっしゃったんですね。昔秋篠宮様はナマズの研究をなさっていたそうで、どうやらそういうつながりのようです。どうやらこの正面の木のようです。元気に成長しています。それからこの国蔵神社の名所だったのは手野の杉という巨大な杉の木です。1991年の台風で倒れてしまったそうですが、今ではこのように一部が保存してあります。立派な屋根で覆ってあって、これはすごいですよね。土曜日の昼間ですが、まあ全然観光客がいなくてゆっくり回れたのが非常に良かったです。天気も良くて木漏れ日がキラキラと輝き、川はサラサラと流れ、都会の雑踏から離れて心洗われます。さて、国蔵神社のすぐ近くに手野の名水という湧き水があるようです。ジオツーリズムのコースにはありませんが、せっかくなので寄ってみましょう。これが手野の名水です。川はここよりも上流がありますが、一気に水の量が減っていますので、ここがこの川の実質的な源流だと言っていいでしょう。澄んだ水がたくさん流れ出ていますね。少しだけ飲ませていただきましたが、冷たくて清らかで美味しい。大地の恵みにありがとう。この道を上がっていくと、外輪山の上を走るミルクロードに出ることができますので、山を登っていきます。ここから向かうのは池山水源です。15分ほどで行ける産山村にあります。ここが池山水源です。なかなかの水の量ですよね。あちらの池で湧き出た水が流れてきています。一年中水温が13度程度。飲料水の水源につき水源内立ち入り禁止、産山村。現在も飲料水として使われているんですね。贅沢だな。
こちらが水源となっている池です。奥の方でこんこんと水が湧き出しているのが見えます。とにかく水が澄んでいますし、水底に生えている水草がきれいです。さらに奥からも川が流れてきています。水があちこちから流れてきています。火山の周辺ではこういった湧き水がたくさんできます。火山灰や軽石が堆積してできた火山の地層は隙間が多いので水が染み込んで地下水になります。この地下水が水を通しにくい地層、不等水層の上を流れて谷などで湧き水として出てくるというわけです。ちなみにこれがマグマで熱せられると温泉になります。ありがたや。水源といえば阿蘇カルデラの中の白川水源が有名ですが、外輪山にあるこの池山水源もなかなかいいところです。あまり定番の観光地化していないので駐車場も無料、混雑していない、素晴らしいです。今回のジオツーリズムの旅はコースがコンパクトにまとめられていて、テーマを持っていろいろな名所を回れるのが非常に面白いなと思いました。コース一つであれば福岡からの日帰りも十分可能ですので、ぜひ皆さんも阿蘇で地理を感じていただければと思います。残っている B、D、E のコースもそのうち回っていこうと思いますのでお楽しみに。今後もこういった地形を巡る旅をやっていきますので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録、高評価、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上でございます。